国分町通りの観楽街国分町通りは仙台市都心部を南北に通じる約 1.5km の指導国分町通線の道路愛称名であり、旧欧州街道の一部である。全区間が宮城県仙台市青葉区内にあり、北端は北4番、低通、南端は柳町通。現在の国分町通り沿いの町の機能は、 旧町の区分よりも交差する大通りによって分けられる、外区ごとに異なっている。旧町名の二日町は、北四番町から表工事までであるが、その南側の大通りである定前寺通りまでの、ブロックが一体的に二日町だと認識する市民も多く、下町の雰囲気を見せながらも、宮城県庁、仙台市役所と隣接するため、行政サービス関連業種が立地している。 定前寺通りから広瀬通までは、歓楽街としての国分町となっている。広瀬通より、南はオフィス街、金融街としての国分町となっており、沿道の日本銀行仙台支店を中心に、五橋通あたりまでビル街が続く。馬蕉の辻から南町通りまでは、仙台市電の馬蕉の辻線が走っていたため、国分町通りの中で最も道幅が広い。 なお、仙台城下の欧州街道本筋は、城記の町以外にも南北に続いていた。通り町の北側に続く道は、青葉神社門前から東に折れ、包み町を経て北上した。南町より、南側は城下町らしく折れ曲がりながら、南東に進み、柳町、北目町、上染市町、田町、荒町、南梶町、国町、国町南材木町、 河原町を経て仙台城下の入り口を示す定切れ根という木戸に至る。定切れ根の木戸は夜間に閉じて外部からの侵入を防ぐとともに仙台城下の内外を分けていた。定切れ根からは広瀬川を長町橋で渡り長町塾へと繋がる。現在は直行する北四番町を境に南北で道路相性名が異なり、 北側の通り町及び北家事町が青葉神社通、北四番町より南側の二日町、国分町、南町が国分町通りと呼ばれている。仙台城下町は欧州街道と国分町通りは青葉神社通の北四番町北五番町区間同様、道幅は狭いながらも二車線になっているため、かつては全線対面通行となっていた。 しかし、2006年から、それまで12時から17時までの間に限定していた、広瀬通と定前寺通りの間の北港一方、通行規制を終日化し、当該区間のみに車線の北港一方通行になった。その後、保車共存道路下の工事に合わせて1車線の北港一方通行になった。ただし、同区間の出口である北端の定前寺通りとの、 交差点付近は2車線になっている。それ以外の区間では現在でも対面通行である。停前寺通りを会場の一つとする以下の都市イベントの際に接続する国分町通りが臨時に交通規制される。ありがとうございます。